仙台市の月曜日の感染者数は先月7日の255人をピークに毎週200人を超えていましたがきょうは176人で6週間ぶりに100人台となりました年代別では10歳未満が37人10代が33人20代が26人 30代が25人、40代が32人などとなっています。